のまチューブ。はい、どうも。さあ、今日の T3 は、バトロイにミッションがついちゃってんだ。バトロイで28分間とりあえずやれって、あとホログラムね、ホログラムを出せっていうこと。よし、じゃあちょっと行ってみるか。どうなんだろうね、あのアップデートでマッチング、あの一戦負けても次ボット戦にはならなくはなったけど、ほんで次負けたらボット戦になるけどね、わかんないけど、まだあんま試してないから。うんね、あのさ、ボット戦になるっていうのはさ、あの前だとさ、強い固定分体とさ、ノラの人が当たるとさ、その次の試合も同じ固定分体に当たってたのよね。そういうことが多々あったのよ。だからそれを回避するために一回ボット戦を入れたんじゃないかなとは思ってんだけど、でもまたさらに良くなるように改善されたのかな。うん。それとね、あのグロリアのさ、肩出しあるじゃない、壁から。あれ、運営はもうあれは技ですよみたいな感じの考えなのね。そう、あれを利用してあの立ち回ってくださいっていう風に、あのどこかのねユーザーさんに答えてたの見たけど、もうあれは使用っていうことなんだね。そういう肩出しはあり、全然ありっていうことね。技っていうことだよね、要はね。どうなのかな、あの方たちね。だって完全に見てないじゃん。壁、普通に考えたらさ、壁の前に顔あるんだからさ、景色見えないわけじゃん。FPS だったらね。絶対見えないよ、あれ。まあ、TPS だから、ああやって周りがね、見渡せるっていう感じになってるけど、さあ、どうなのかな、これは。さて、あ、ここね、じゃどうしよう。それちょっとやってみる？肩出しやってみようか、ここで。ここでやってみる。試してみよう。できんのかな、バトロイで。え、じゃあグロリア、グロリアどこあった、とグロリアで肩出し。これピラミッド、ボム、ピラミッド、わからねえな。もういいか、ピラミッドで。ピラミッド使えるかね、ここ。まあ、いっか。さあ、グロリアは肩出しが、あ、いるな、もう一人グロリア。あ、さ、さ、言う、あ、これボットでしょ、これ。違う？こんなグロリア、グロリアだらけだ。すげえな、すげえな、グロリアだらけだよ。グロリア強いの、もしかして、やっぱり肩出したでしょ。要はこういうことでしょ。こういうこと。だってこれさ、普通顔が潜ってるよね、絶対壁にね。これもうずっとこの状態で行ってみる。肩出しでダメだ。いた、いない、いた。え、これボッ、あ、いいね。これボットの動きだったね、今。ちょっとちょこちょこっと今。ちょっと待て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 、みんなあれ使ってんじゃん、ボムにしとけよかった。待て、肩出し、もしもし、肩出し、あ、めちゃめちゃ、ちょっと後ろから来ないで、やべえな、うまい人いるな。グロリ、危ねえ、あ、ちょっと待て、ガチャガチャになっちゃった。ちょっと待て、慣れてねえと、あれ、ちょっと待て、まずこういう時こそ肩出しで。どうだ、こうこんな感じでしょ。あれ、どういった、あ、倒した、なんで倒したの今。あ、今の肩出しできた。えい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 この肩出しは、でもやっぱあれよね、こんなところ肩出し、いて後ろがいる。ちょ、ぶん、挟むなよ、俺を。ノマを挟まないで。
よしよし、横取った。うえい、10Xの方狙って。なんでノマを狙うの？肩出し。あ、今、なんで気づいた？今部屋の中入ろうとしたじゃん、今の人。なんで戻ったの？あ、やべ、撃っちゃった、これ。見えねえし。邪魔しないでくれ、本当に邪魔しないでくれ。肩出し。こっちだと逆サイドになっちゃうんだよね、肩出しするのに。だから、1の人、うまい、いた。はい、ここやれよ、忘れてた。肩出しも難しいね、やっぱね、うん、こうやって動き回らなきゃいけない戦いは、ちょっと待って、いた。あれ、ハンター？あ、はい、まあ、そこにいんのか。どこ行った？あ、ちょ、まあ、まあ、はあ。一位の人すごいね。グロリア使いだな。今、いや、撃っちゃうんだよな。これボタンの配置いけねえのかな。今やっつけられたかもしれなかったんだけど、先に1位取られちゃった。15位いかれちゃった。あー、そっか、難しいねグロリアね。このバトルは肩出し向いてないのかね。そんな気がしてならないな。まあね、一応ね、今回はね、一応肩出しが、運営はね、一応ね、技っていうことでね、公認してるから、使ってみましたっていう動画にしました。でもまあやるにしても難しいよね。そう、ちょっと触っただけのグロリア使いの人にはやっぱ難しいよね。あとね、性格よね、うわーって突っ込みたくなっちゃうんだよな。よし、じゃあ今回以上でございます。ご視聴ありがとうね。ノマチューブ。